おはようございます。時刻は今8時40分。ちょっと寝すぎました。たまにはそういう日もある。さあこちら、なりわいさんですね。仙台のなりわいさんでアプレッセのナンバー2っていうヴィンテージ加工のデニムを買いました。あとこれはジーンズとビームスのコラボのね、あ、メガネここに入ってね、こっちだ。これ可愛いんですよ。1万3000円でこのクオリティはかなりナイスです。まあ、そしてさっきのこのナンバー2のデニム開封のリールを撮って、で今度ちょっとね購入品紹介で紹介したいと思うんで、お楽しみにしててください。仙台のなりわいさんで買うこと最近多いですね。おすすめのショップです。今から朝食を作っていこうと思うよ。今日使うのは麦の恵み全粒粉入りイングリッシュマフィン。イングリッシュマフィンがね好きなんだよね。イングリッシュだからね。やっぱりね、この間の風気味 Vlog、 風気味の日の Vlog を見た時に思ったんだけど、風の時ってキッチンも散らかってるんだよね。だから体調悪い時とか調子が悪い時にキッチンをきれいに片付けてあげる、これをするだけで調子良くなります。白湯を飲みます。朝一杯の白湯を飲むことで腸内を温めて腸内環境を改善して健康になります。今パンツ一丁だからね、これも体はちょっと映せないんだけどね。いや今9月、今日が9月の26、25だ。イングリッシュマフィンは少し粉がついてるんで、粉を少し落として、そして半分に割ります。これがねたまに綺麗に割れない時があるんだけど、それは気にしなくていいよ。そしてこれで焼くだけでも十分美味しいんだけど、このタルタルソースをちょっとかけたいと思います。スーパーとかだったらパン用のなんかツナが入ったやつとかコーンが入ってるやつとか売ってるんだけど、タルタルソースでも結構十分美味しいです。ナイスネス風並木の N、 これで焼いていくよ。並木の N だよ。これをバルミューダのトースターで焼いていく。 OK。 イングリッシュマフィンのね悪いところは粉がこうついちゃうところだけど、男は気にするな、そういった細かいところは。そして普通にトーストモードで4分。ちょっと掃除しないとな、散らかっちゃってるぜ。さあこいつらはこないだ休みの日にめちゃくちゃ洗濯いっぱいしたんだけど、コモリの昔のねこのコモリシャツにホワイトのバンドカラーシャツ、今日は何を着ていこうかな悩むね。まず今日はトップスから決めていく。今日はこのプロクラブの XL のグレーの霜降り T シャツをインナーに合わせていこうと思います。そしてやっと涼しくなってきたから、こいつがやっと着れるよね。マーティー&サンズ柿の葉の別注の、これねめちゃくちゃ薄いんだけどウールのサマージャケットですね。これとグレーのトップスで、パンツには
何を合わせよう。グレーのトップスをタックインしたいから、そうだ、あいつに決めた。そして今日のアイウェアをどれにしようかなと思って、今日ちょっと池袋にある眼科に行こうと思っているので、メガネをかけていきます。まあとはいえ最近はコンタクトを全くつけずにメガネが多いんだけど、ギュパール、ギュパール、ユイチトヤマ、トムブラウン、あとアイバンの、あ、ちょっと出すか、こちらですね。こちらもリアルメガネで土入りで作っていて、やっぱ一番目の小ささを気にしてるんだけど、まあ、男は細かいことはね気にしちゃダメだよ。で、目の小ささがね気になるから、このカラーレンズが入ってるやつが一番目が小さく見えづらいっていうので、今日はこいつをかけていこうかな。夜になるとねちょっと暗いんだけど、おっと危ない、気をつけろよ。はい。そして最近のマイアクセサリーは大体こいつら。やっぱり右手はエルメスのシェーヌダンクルに、右手の指にはトゥアレグ、こちらはフィートの小林さんからいただいたトゥアレグ、いただいたというか5000円で買ったんですけど、で友人の南ちゃんが作ってる南ジュエリーのこの、これすごい可愛くて気に入ってます。これを小指につけてます最近は。なんか天使の輪っかみたいで、これをつけるとなんか特殊な力を使えそうだなって思って、それでつけてます。そして左手はたまにこれはつけるんだけど、バニーのシグネチャーリング、これもすごいね、叩き加工っていう、このハンマーで叩いた加工がされていてとてもかっこよくて、左手には一個だけこの迫力のあるリングをつけています。そして左手にはカルティエのタンクソロ。最近ね、時計も何か他のやつ欲しいなとちょっと思ってきて、ヴィンテージウォッチ屋さんでも見に行ってみようかなって思ってます。そしてリアルメガネっていう点で説明しますと、一番かけやすいのはこのトムブラウンのこのメガネが一番なんか大人っぽくなるし、かけてて耳が痛くならない。次にかけやすいのはこれかな、ユイチトヤマの、これも割と最近買ったやつなんだけど、結構耳がね華奢な方がずっと長くかける分には痛くなりづらいんだけど、結構これ耳のところが細くて、若干細すぎてちょっと痛くなったりする。で、あとはこのギュパールの最近買った21番、耳のとこがずり落ちないようにゴムがついてます。ゴムはみんなつけろよ。で、こいつはなんかベリーショートにしてからちょっとレンズが小さめで、センターパートの時は似合ってたんだけど、なんかベリーショートにしてからちょっと似合いづらいなと思って最近あんまかけてないんだけど、ちょっと伸びたらかけようと思います。で、これもギュパールのナンバーいくつだったかな、13か14か15だったと思うんだけど、これには超光レンズっていうのが入っていて、光の、太陽の光、紫外線を浴びると暗くなるレンズ、それのグリーンが入っていて、結構ねサングラスっぽくなるから昼間は気に入ってます。やっぱ結構ねフレームが太いやつだと目の小ささというかね、ちょっと気になる部分はあるんだけど、まあ目の小ささ、細かいことはね、男は気にすんじゃねえよ。さあ、そんな説明をしてる間に、イングリッシュマフィンちゃんができたよ。ほら、カリッカリの香ばしい香りだぜ。N だぜ。まだ今は裸なんだぜ。うん。うまい。今日の寝癖はどうかな？今日の寝癖は結構いい感じ。弾けすぎてない感じ。うん、イングリッシュマフィンうめえ。今日はこのモデニカアートグリースを使っていこうと思うぜ。これはダウンスタイルの時によく使えるんだけど、今日はちょっとダウンスタイルにしていきたいと思います。そして今日パンツはこの先日カバーコードで購入したアプレッセのミリタリートラウザーズを合わせていこうと思います。まあ、ペインターパンツみたいな感じですね。ちょっとワイドなサイジングが気に入っていて、サイズ2を買いました。結構いい感じです。これに合わせていきます。では今日のコーディネートをポチタが紹介してくれます。行くぞポチタ。はい、今日のコーディネートはやめよう、今日のコーディネートはマーティー&サンズと柿の葉の別注のウールシャツジャケット。ウールジャケットか、これ久しぶりに着たけどやっぱめっちゃいいな。
そして T シャツはグレーのプロクラブの T シャツ、結構首は詰まり気味なデザインですね。でベルトは J&M デイビッドソンのベルトに、そしてアプレッセの最近買ったペインターデニム、ペインターデニムというかミリタリーデニムっていうか、表記は確かミリタリーデニムトラウザーズだったんだけど、2と3のサイズですごい迷ったんだけど2にして正解でした。3はもっと大きいので、ただこれ洗うと縮む可能性あるんで、まあその場合3でも良かったかなって思うんだけど、まあしばらくは洗わないで履いてみようかな。さあ今からどこへ行くかって、ちょっと目の調子を良くするために眼科に行っていきたいと思います。今日行く場所は特に決まってなくて、今日はまったりちょっと日帰り温泉でもどっか行きたいなと思ってるんで、今日はおしゃれしてまったりで、おしゃれをしてまったりでです。今日はね、まあおしゃれして出かけるけど特に何の予定もない一日、そういう日もある。アリーベデルチ。さあ今日ハイテクブーツはまたこちらフォルメのジップブーツ履いていきます。やっぱり靴ずれしちゃうんだけど、履かないと馴染まないから気合い入れて履いていきたいと思います。今日は靴ずれしないでくれよ。はい、精一杯頑張らせていただきます。よし履いていくぜ。今日は派手な旅用綿のソックスでいきます。ターコイズ、ターコイズブルーオーバードライブ。さあ出発です。やっぱこのデニムめちゃくちゃかっこいいな。買ってよかったぜ。デニムとイエローは合うな。左手にはバーニーです。池袋に到着です。今日は曇りですね。ひとまず眼科へ向かいます。右目の赤いのがね治るといいんだけどね。さあ今ね池袋の眼科行ってきました、右目の状態はなんかそんな特に悪い状態ではないらしく、まあ、なんかこうコンタクトを長年つけてたせいで赤いの充血がなんかもうね治らなくなっちゃってるというか、赤い充血がもうずっとなんか標準状態でちょっと充血しやすくなっているようで、一応目薬をいただいたんですけど、まあ、ちょっとそれで様子見たいと思います。まあそれでも効かなかったらもうずっとメガネ生活、リアルメガネ生活ですね。でこの後はちょっと池袋にはもうあんまり行きたい場所がなかったので、自由が丘へ行きたいと思います。ではそうなパン屋さんですね。自由が丘は街並みがなんか綺麗で静かですね。さあ自由が丘にやってきました、今日はですね自由が丘で行きたいピザ屋さんがあって、ピッツァイナっていうピザ屋さんなんですけど、そこをね高ママさんのカメラ撮ってるゲンさんという方に、聖林館も超えるめっちゃうまいピザあるんで行ってみてくださいということで、今日はそんな自由が丘のピッツァイナへ行っていきたいと思います。
ヒゲ伸びたな。ありました、ピッツァイナです。ピッツァイナ行ってきました。めっちゃ美味しかったです。いやー、なんか目の前で焼いてる迫力もあるし、生地がねめちゃくちゃ美味しかった。生地の塩加減も良かったし、やっぱね最初そのお店の味を知るにはマルゲリータかなと思ってマルゲリータ頼んだんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。自由が丘来るタイミングがあったらぜひ。よし、昼から温泉へ行こう。宮前平へ行ってきます。 Hey, hey, yeah, yeah, yeah. 初めて会った日、俺がまだパパじゃなかった日、お前らは3歳と1歳、もう覚えてないかもしれない。懐かなかったのが懐かしい、でもまあそれもそのはずだし、いぶかしげな目で俺を見、ママの後ろ隠れ袖を引き、友達からそれが始まり、流れる時間をそっと噛みしめて、小さな体をぎゅっと抱きしめる、忘れないこの日々、感謝や愛。そのヒエヒエ、やっぱカラオケはクリームソーダだぜ。 Yeah, hey hey hey、 次行くぜ。ブッダプラント人間発電所オリジナル96バージョン。ここのね湯煙のショーに今から行ってきたいと思います。しかしねワックス忘れちゃって、ちょっ
ちょっとお風呂上がり髪型どうしよっかなって思ってました。まあ化粧水でもつけようかな。いや宮前平って初めて来たな。こっから徒歩7分の湯煙の庄へ行きます。宮前平は自然がいいな。この坂を登って温泉へ行きます。カラオケで疲れた喉を温泉で癒したいと思います。いやめっちゃ空綺麗だな。空が綺麗と思えるあなたの心が美しい。いや坂きつ。さあ着きました。湯煙のショーです。めっちゃ良かったです。さあ今宮前平の湯煙のショー行ってきたんですが、めちゃくちゃ良かったです。これはリピート確定ですね。帰りたいと思います。めっちゃ癒された。そしてゆるキャンめっちゃ面白かった。なんか月が神秘的な感じに映ってますね。いい夜です。腹減ったから飯食おう。さあ今日はアルコールが飲まない日なので、しっかり食べる。さあ帰ってきました。ただいま。お帰りなさい。いや今日はいい一日だったな。今日は池袋から始まって自由が丘に行って、ピッツァナインティー、いやピッツァイナか、ピッツァイナっていう自由が丘のピザも食べれてめっちゃ美味しかった。聖林館も美味しいけどピッツァイナのピザも美味しかったんでおすすめです。で宮前平のね湯煙のショーがめちゃくちゃ良かったです。今日サウナもね入って、今日は1セットしか入んなかったけど整った。いやーやっぱり休日の温泉は最高ですね。明日は朝撮影があって仕事早いので、今日はちょっとここでお開きということで、家でちょっと一人焼肉でもして終えようかなと思います。明日仕事に行って、明後日からキューティーさんとキャンプにねちょっと行くので、キャンプの準備全然してないんでしないといけないんですけど、ちょっと明日の朝のシアンメンっていうメンズのヘア雑誌の撮影があるので、明日はね5時50分起きで行っていきたいと思います。いやそれにしても今日このアプレッセのデニムと、あとはこのマーティー&サンズのウールジャケット、着心地めちゃくちゃいい。すごい着てて幸せを感じる服たちでした。やっぱ好きな服着て、好きな場所に行ってね楽しむってのは最高ですね。ということでまた次の動画でもお会いしましょう。もうすぐねチャンネル登録6万人行くんで、応援これからもよろしくお願いいたします。いつも見てくださってる皆様は本当にありがとうございます。これからも応援してくれよな。じゃあまた、アディー。